そう、次はもう12月ですね。遠いでござるね。そう、明日までお話し会再販されているので、ぜひチェックしていただけたらと思います。12月の11日かな。うん、その日はチャイナ服を着る予定なので、そして私は今日ね、ちょっとお話し会の会場まで移動してたんですけど、その間にナイトメアビフォークリスマスというディズニー作品も見ました。なんかずっと見たいなとは思ってたんだけど、そう、ユーネクストで見ました。まあ、なんかその舞台はホリデーワールドっていう、まあなんかクリスマスだったりイースターだったりハロウィンだったりっていう、まあそのクリスマスタウンとかハロウィンタウンとか、そうイースタータウンっていう、まあ5つぐらいだったかなの街があって、まあその舞台はその中のハロウィンタウンなんですけど、そのハロウィンタウンの、まあ、支配者というか、まあ、一番強いというか、まあ、みんなをまとめてるリーダーのようなジャックっていう人が主人公なんですけど、その人がハロウィンじゃなくてクリスマスの存在を知って、自分もクリスマスをやりたいっていうことで、なんか毎年ハロウィンだけ行ってるって感じなんですけど、今年はハロウィンじゃなくてクリスマスをやろうみたいな、ハロウィンじゃなくて今年はクリスマスをやってみようっていうことで、そういう計画を立ててね、さあクリスマスが無事成功するのかどうかっていう話なんですけど、私あんまあらすじとかね喋るのが得意じゃないので、ほんとざっくり説明したらこんな感じです。でもその最初ナイトメアビフォークリスマスの意味があんまりよく分からなかったんだけど、なんか作品見てなるほどそういうことかってなりました。あと待って、多分ねもうちょっとでね充電が危ういことになるから、ちょっと待ってください。充電器を取ってきます。よし、これで完璧。ああ、最近スルメめっちゃ食べちゃうんだよね。なんか美味しいの、なんか北海道店で買ってきてくれたものが美味しくてさ、すごいついつい食べてしまうのよ。しかもそのスルメ結構柔らかいんですよ。そう、柔らかくて美味しいのです。
まあそのビフォー違うナイトメアビフォークリスマスは昨日も話したんだけど、その私がよくなんかチェックするブランドとコラボしてお洋服が出るからちょっと気になってね、そうせっかくだったら見てみようって思ってみました。最近は結構ディズニー作品を、まあ、ちまちま嘘だけど、そうそう見るようになりましたね。でもね、そう私確かにピクサー作品は結構好きだけど、ナイトメアビフォークリスマスは厳密に誰はピクサーじゃないんですよ。そう。あれはそう人形劇というか、そうなんかなんていうんだろう、ピクサーのあのなんていうんだろう CG って言わないとは思うんだけど、ああいう感じじゃなくて、そうナイトメアビフォークリスマスは人形劇っていうのかな、人形劇のアニメーションなので、そうピクサーのあれとは全然違うんだよね。まあそうですね、やっぱここ 2,3 年ぐらいはジブリ作品よりかはピクサーじゃないや、ジブリ作品よりかはディズニーの方をよく見ます。トイストーリーは2だけ見たことある。カーズは大好き。一応3作品カーズは全部見ました。あのそう私よく U-NEXT で見るんだけど、ジブリ作品って U-NEXT にあったのかちょっと微妙に覚えてないんだよね。ちょっと覚えてないんだけど、あんまりあったような記憶がなくて、そうなんかその分ディズニーはあるからさ、そう見やすいんだよね。ディズニーランドのホーンテッドマンションがナイトメアビフォークリスマスバージョンなんだよね。ほう、それそのホーンテッドマンションはもともと
そのなんかこの作品モチーフにしたっていうのがなかったあんまないけど、そのナイトメアビフォークリスマスバージョンっていうのがあるってことですかね。あ、この時期だけなんだ。マジ？ハロウィンからクリスマスまで？そうなんだ。ちょっと行きたい。でもマジでディズニーランドには行ったことがないからさ。そう。行きたいのよな。なんかそれ聞いたらめっちゃ行きたくなっちゃった。そうか、ホーンテッドマンションはディズニーランドの方なんだ。私はね、やっぱプーさんのハニーハント乗りたいからね、一度ランドに行きたいんですよね。でもそのナイトメアビフォークリスマス見て、その私の好きなブランドアクシーズファームっていうところとコラボして出るんですけど、なんか改めて見た後にそのコラボ商品見るとめっちゃいいなって思うんですよね。そうそうそう、なんかワンピースがヒロインが着てるお洋服をモチーフにしたものってやっぱわかるし、そう。ちょっとね、まだ今予約始まってないんだよね多分。もうちょっとで予約が始まるし、多分もうちょ一般販売も下旬とかに始まるんだけど、それをちょっと楽しみにしております。はい、じゃあ今日はごめんなさい、ちょっと短いんですけど、ここら辺で終わりにさせていただきます。じゃあランキングを読んでいきますね。ごめんね、一瞬止まったと思います。じゃあ13位からランキング見ます。13位マモさん、12位ファージーさん、11位アキラ放流営業中さん、10位片栗小次郎さん、9位飯田博之さん、8位夏目さん、7位ロミツさん、6位カラスのカーコさん、5位アンキーさん、4位 TKSKG さん、3位タツエモンさん、2位玉国さん、1位がハヤちゃんさんでした。はい、というわけで今日も見てくださってありがとうございました。じゃあまた明日、おやすみなさい。ありがとうございました。おやすみ。